眼科医の平松です。今日はコーヒーを毎日飲むと目にとってそして体にとってどうなのか、その効果についていろいろお話しようと思います。効果だけではなくて飲む量とか注意点も結構ありますので、最後まで聞いていただければと思います。じゃあ今日はどんな感じでお話していくかというと、まず最初にコーヒーの効果についてお話します。その後で短期的な目の反応、つまりですね、飲んだ瞬間目が変わるっていうのがあるんですよ。こんな感じで変わりますよっていう短期的な反応、そして飲み続けると毎日コーヒー飲んで、さてどうなのってお話。じゃあ飲むんだったらどのぐらいの量がいいのっていう話で、コーヒーと双璧をなすお茶、これはどうなのっていうことについてお話しようと思います。ということで、まず最初にコーヒーの効果、コーヒーの効果を及ぼすのは主に2つのものからきます。コーヒーの効果を及ぼすのは、一つ目がカフェイン、二つ目がポリフェノールになります。カフェインというのは聞いたことあるんじゃないでしょうか。いわゆる興奮作用をしたりとか、眠気すっきりとか、そんなものに含まれているもんですよね。ポリフェノールっていうのはちょっと聞き慣れない人もいると思うんですけども、抗酸化物質とかっていうとちょっと聞いたことあるかもしれないですよね。ダメージを減らしてくれるもんです。じゃあ、具体的にどういう効果があって、何がいいのか、あなたがコーヒーを飲むメリットについて詳しくお話していきます。じゃあまずカフェインの方になります。カフェインの効果は興奮、そしてダイエットというのの効果が出てきます。興奮っていうのはこれはね、活性化する、運動したりとか動きやすくなる、あとはよく使うのは眠気覚ましにカフェインを飲む、コーヒー一杯飲むっていう人もおると思います。これがカフェインの興奮効果になります。もう一つのメリットとしては、カフェインによってダイエットができるんじゃないか。脂肪の分解をしてくれたりだとか、はたまた、運動をね、そもそもさっき言ったように興奮するのでしやすくなって、そしてダイエット効果があるんじゃないかっていうふうに言われています。ポリフェノールっていうのは、クロロゲン酸といって抗酸化物質。植物の抗酸化物質といってね、抗酸化っていうのは、光のダメージを消去してくれるのを抗酸化物質って言うんですけど、それがポリフェノール。その中のクロロゲン酸というのがコーヒーに含まれているものになります。クロロゲン酸、どんなものっていうと、こんな感じの構造式のものですね。あんまり構造式は重要ではないと思うんで、でクロロゲン酸の、いわゆる効果についてお話しようと思います。クロロゲン酸の効果は結構いろいろあります。一つは糖尿病予防。一つは老化予防。そして一つが脂質代謝。漢字多いですよね。漢字多くてよくわかんないというのがわかるんで、ちょっと一個お話してきます。糖尿病予防。これはわかりますよね。糖尿病になるのを防いでくれるっていうことになります。なぜ糖尿病になるのを防いでくれるのかっていうと、抗酸化、つまり血管のダメージなどを、防いでくれるんですね。そうすることによって、糖尿病によって、血糖が上がってダメージを食らうのを消去してくれる。さらには抗老化、これも血管がだんだんダメージを受けていって年を取っていくわけです。これをダメージを代わりにクロロゲン酸が受けてくれる。人間っていうのは生きてるだけで何しててもダメージ受けるんですよ。そのダメージを消去してくれるのが抗酸化物質っていうものになります。代わりにダメージを受けて流れてってくれるっていうものになりますね。そして脂質代謝、つまり脂肪ですね。ぷよんぷよになったお腹の脂肪とか、そういうのが代謝しやすい状態を作ってくれる。さっきのカフェインも、より運動したりだとか、代謝にいいよってお話をしました。さらにクロロゲン酸があるわけなんで、コーヒーはダイエットの大きい味方になるっていうのは間違いないものです。なので非常に痩せたいであるとか、運動したいであるとか、そういう人には効果的です。さらに、死亡リスクを下げるというのも分かってます。死亡リスクを下げる。それすごいな。どういうことだっていうと、全脂肪を低下する。全脂肪って何なのかっていうと、脂肪っていろんな原因があるわけじゃないですか。癌であったりとか、はたまた心筋梗塞、脳梗塞。ある原因だけ抑えてもしょうがないわけですよ。例えば、癌の発生は抑えたけれども、結果として、他の病気になっちゃって死亡したってなったら、これ意味ないじゃないですか。
ってなってくるので、じゃあ、取ってあげて、全体的に脂肪するかどうかっていうのを見るわけですよね。それが、全脂肪。これが、1日3杯飲むことで、24% 低下したってことが分かってます。さらには、全脂肪を低下させるってことが分かってます。全脂肪って何っていうと、まあ、脂肪率を下げるわけですよ。普通に考えて、よく糖尿病を予防するとか、心筋梗塞を予防するとか、脳梗塞を予防するって言いますよね。でも、脳梗塞を予防したけど、癌が増えちゃったら、これ意味ないですよ。癌が予防できたけど、心筋梗塞が増えちゃったら、意味ないじゃないですか。つまり、トータルで見て死なないことがとっても重要になってくるんですよ。それを、全脂肪って言います。つまり、全脂肪率が下がっていれば、なんであれ死ななくなるわけなんでいいわけですよ。で、それで見てみると、全脂肪を、コーヒーを、1日3杯飲むことで 24% 低下させるっていう研究が、結果が出てます。まあ、1杯より2杯、2杯より3杯の方が効果が出るというね。さらに5杯以上だとちょっと逆に戻ってきちゃうみたいなのがあるので、まあ3杯ぐらい飲むと、まあ効果的なのかなっていうのが分かってます。さらには、糖尿病網膜症になりやすい。目の病気ですね。になりにくいってことも分かっています。まあ、これ2022年の研究ですけども、まあ、糖尿になりにくいわけなので、目の病気の糖尿病網膜症にもなりにくいっていうのも、まあ、当たり前というか、頷けることかなと思います。ここまでのお話をまとめようと思います。コーヒーの効果といって大きく分けて2つある。カフェイン、そしてポリフェノール。ポリフェノールのうち、クロロゲン酸と言われるもんです。カフェインというのはよく知られていますけど、興奮作用。眠くなるのを抑えてくれて、運動しやすい環境を作る。そして、まあ、脂肪、エネルギーも使いやすくなってくるので、まあ、そういう意味で、まあ、体にとっていいでしょうと。まあ、さらには、クロロゲン酸、ポリフェノール、これに、よって、老化を防いでくれたり、糖尿病になりにくくなったり、はたまた、もうそもそも全脂肪、ね、全体の脂肪を抑えてくれるっていうのの効果が、まあ、全体としてあるってことが分かってくるわけです。おお、素晴らしいなと。じゃあ、目にとってはどうなの？まあ、もちろんさっき糖尿病網膜症は抑えるって言いました。短期的にコーヒー飲んだ瞬間どうなるのっていうのを調べた研究もあります。それで見ると、短期的にはちょっと微妙なんですよ。30から60分で眼圧、目の圧力ですね。血圧みたいなもんと思ってください。これが上がっちゃったと。まあ、この研究では 200ml、180mg のカフェインを30から60分で飲むとって感じですね。なんで、まあ、ちょい濃いめかなって感じなんですよ。普通まあ、1杯ぐらいだと、まあ、90mg ぐらいなんで、ちょっと多めかなっていう感じですよね。ただ、まあ、やっぱり短期的には眼圧が上がっちゃうと。まあちょっと困るなと。で、どのぐらい上がってしまうかっていうと、眼圧って正常10から20ぐらいなんですけど、普通のコーヒーで3ぐらい。まあ、デカフェだと1ぐらい。え？つまり、コーヒーじゃなくても、いわゆるカフェインをなくしたコーヒーでも1上がるんだ。これはですね、水分を取るだけでもちょっと眼圧って上がるんですよ。200ml ぐらいでもちょっとだけ上がるんで、1ぐらいはまあ誤差と思っていただければと思います。だから、デカフェ、つまりカフェインがないやつであれば、コーヒーとして、まあ、圧力があんまり上がることはないのかなっていう研究です。他の研究でも短期的に 182mg ぐらいですね。まださっきと同じぐらいですね。コーヒー飲むと 237ml。で、まあ、1から2ぐらいの眼圧が上がったっていう研究もあるわけです。このように短期的に見て眼圧目の圧力が上がるってことが分かっています。長期的に見て目の圧力、つまり目どうなのっていうと、ある研究ではコーヒーを飲むほど緑内障になりやすいという研究もあります。またある研究では 2.4 倍緑内障になりやすい。特に男性ですね。お茶やその他では特にそういうことはなかったって研究もあります。ただこれらは海外の研究なので、日本ではどうなのっていうところもあります。日本での長浜の研究では、まあ、あんまり関係ないんじゃないかなっていうのが9850人を対象とした研究であります。じゃあもっとね、大量の患者さんを見た研究はっていうと、日本ではないですけど、海外ではあるんですね。英国の研究で、多施設研究といってたくさんの施設が参加した研究になります。121,374人の方を対象とした研究になります。そうすると、一般にはやっぱりこの研究だと眼圧は長期的に見て
変わらないと。あんま変わんないと。か、ちょっと下がる人もいると。ただし、遺伝素因がある人、緑内障になりやすい人は、1日 321mg 以下にしとかないと、まあ、ちょっと眼圧上がっちゃうよねと。321mg っていうと、まあ、大体ね、コーヒーで言うと3倍ぐらいっていうようなイメージになる。3倍を超えると、まあ、ちょっと上がってくるのかなっていうふうに思います。つまり、もう一回まとめると、目に関して言うと、短期的にはちょっと眼圧が上がったりすることがあると。ただ、長期的に見てみると、まあ、いろんなね、メリットもあるわけなんで、まあ、飲むことはいいんじゃないかと。ただし、飲みすぎは良くないと。コーヒー3杯ぐらいまでだったら、まあ、大体の人は大丈夫だと。3杯以上飲める人もいいんだけど、それは遺伝的に大丈夫な人はいけますと。まあ、こんな感じと思っていただけるといいと思います。じゃあ、目はそうとして、他の診療科的心臓とかそっち的には何杯ぐらいがいいと言われてんのっていうと、やっぱり他でも、まあ、心臓的には3から4倍程度までが OK かみたいな、まあ、こういう研究もあります。ので、まあ、トータルね見て、まあ、3杯から4杯ぐらいまで、まあ、安全をとって3杯ぐらいまでの1日のコーヒー量であればいいと。とはいえ3杯一気に飲んじゃダメですよ。一気に飲んだらそれはね、飲みすぎになるので、ちょっと分割して飲んでいただけるといいかなって思います。飲み方としてもう一つの要素があって、コーヒーにはカフェインがある。これは覚醒する。目が覚める。これはいい作用です。いい作用ではあるけど、悪い作用もあるんです。それは目が覚めるから眠れにくくなる。っていうことがあります。もしあなたが眠る寸前にコーヒー飲んだら寝れないですよ。ダメです。じゃあ、どんぐらい前までいいのっていうことです。そうすると、だいたいコーヒー一杯で 90mg のカフェインあるんですけど、半減期、つまり体に帰って半分ぐらいの量になるのに4時間って言われてます。半減期の場合がさらに半分、つまり4分の1ぐらいなので8時間。そう考えると、飲んで5から8時間ぐらいしてから、睡眠を取るようにちょっと気をつけていただいた方がいいかなっていうふうに思います。例えば12時に寝るんであると、まあ夜の12時ってなってくるわけですよね。そうすると、まあ7時とかに飲んでもまあギリギリいけるかなっていうことですけど、まあそれ5時間取った場合、8時間ってなってくるともうちょっと前になってくるわけですよね。トータル言ってまあ午後2時とかぐらいまでだったらいいんじゃないかなっていうのが。まあ結論かなっていうふうに思います。なので、まあ大体午後2時ぐらいまでに飲んでいただけるといいかなと。もう一点コーヒー飲むときの注意点は、コーヒーそのものは別にクロロゲン酸も入ってて、まあカフェインも時間をちゃんと気をつければいいです。まあ量的にも3倍ぐらい前だったらいいでしょうと言えるけれども、コーヒー飲むとき砂糖ドバドバ入れるとか、そうしてしまうと、もちろん意味なくなってくるわけです。つまりもうこれ、砂糖の問題がまた別にあるわけですよね。シュガー、砂糖を取ることは、やっぱり血糖値を急激に上げてしまって、これは体に良くないわけです。なので、あくまで今日の話は、シュガーフリー、つまり砂糖を抜いた状態と思ってください。人工甘味料はどうなの?っていう質問があります。人工甘味料もできれば避けといた方が好ましい。なんだけども、まあ、砂糖をドバドバ入れるよりはまだいいかなって、まあ、このレベルですね。まあ、どっちもどっちなんだけど。なので、できれば、コーヒーはブラック。で、飲んでいただくのがいいかなっていうふうに思います。で、まとめて、感受性にもよるんですけど、だいたい3倍ぐらい。ね、1日300から 400mg のカフェインで、飲み方としては、砂糖抜き、3倍まで。で、寝る5から8時間ぐらいまで、前まで。まあ、だいたい午後14時ぐらいをめどに飲んでいただけるといいかなっていうふうに思います。っていうのがコーヒーだとして、お茶の方はどうなのっていうのもよく質問を受けるので、お茶はカフェインに関しては同じですね。まあ玉露とか、まあそういうのカフェイン入ってますので、まあ、大体同じぐらいと思ってください。一方で、クロロゲン酸はあまりないわけです。でも、お茶には二ついいことがあります。一つは、エピガロカテキンっていうものです。カテキンとかって聞いたことないですか?菌にカテとかって言ったりするんですけど、まあそういう意味ではないみたいなんですけど、まあ簡単に言うと、これによって、まあ、菌に対する抵抗力はいいわけなので、うがいをしたりとかして、お茶を使うっていう人もいるかと思います。さらには、エピガロカテキンも、まあ、いわゆるダイエット効果もあるんじゃないかとも言われてるっていうのが効果的です。もう一つが、テアニンって成分もあります。テアニン聞いたことないなっていう人もいると思います。
まあ私が大学の時にね、まあそのテアニンのね、論文も出させていただいたんで、ちょっとお茶の目に対するテアニンのことについてお話しさせてください。テアニンっていうのは、お茶の中に含まれるリラックス成分になります。コーヒーは興奮だけど、お茶って意外とちょっとリラックスすることありません？それは、カフェインも入ってるんだけれども、まあ入ってないお茶もあるけどね。テアニンが入ってることによって、リラックス効果があると。リラックス効果がありながら、テアニンは旨味成分と言われてます。番茶で 4mg、煎茶で 11mg、玉露で 20mg 含まれてるっていうふうに言われています。このテアニン、効果、その1、アルファーファを出す。リラックスするやつですね。アルファーファっていうのは脳から出てくる、まあ、いわゆるこう波の一種なんですけども、シーター波とかデルター波とか、ベータ波ってあるんです。ね、例えばシーター波っていうのは浅い睡眠、ベータ波っていうのは緊張だったりとか、そういう風になってくるわけですけど、まあ、今回のアルファーファ、リラックスしてくれるっていうメリットがあります。効果その2、末梢血流の改善。つまり、端っこの血流が良くなる。私がやった研究もこっちに関連するんですけど、テアニンを投与することによって、未熟児網膜症ラットって言って、まあ、いわゆるこう血流が悪くなるモデルを作って、まあ、それに対して、このお薬を使うとどうなのっていうと、まあ、結構効いてくるよっていうのが、まあ、それを出させていただいたものになります。そしてその3、これがね、結構一般に言われてるものかなと思います。睡眠の質を改善。っていうことで、結構薬局とかで眠りが悪い人のサプリみたいに売ってんのが、このテアニンになります。なので、お茶飲むのもなんだなって人の場合は、テアニンサプリっていうのも薬局とか、まあ、いろんなとこ、ネットとかでも売ってますんで、まあ、それを取っていただくのも、まあ、一つの効果かなって思います。一応、テアニンのサプリメントみたいのも、一応概要欄の方にリンクも載っておけますので、まあ、今度あんだなって思っていただけるといいかなっていうふうに思います。そしてその4。集中力を改善。まあ、集中しやすくなってくる。さらには、ちょっとこれはね、まあ、ちょっとって感じと思ってください。月経前症候群や更年期などの症状を改善させるんじゃないかとも言われてて、テアニンは、やっぱりいいかなって思います。なので、前の研究でもお話したように、コーヒーだと、飲みすぎだと、ちょっと緑内障発症率あるよ。でも、お茶なら大丈夫ってあったじゃないですか。つまり、お茶だと、こっちのいい効果の方を発揮しやすいです。コーヒーを毎日飲むのもいいし、お茶を飲んでいただくのも一つの方法だと思います。なので、毎日こうやって飲んでいただくことで、あなたの目、そしてあなたの体は日々良くなっていくと思います。ただ、これ注意してほしいのは、あくまでサポートです。適切な治療をね、やって、そして運動、食事ね、食べ過ぎずね、そこそこの運動する。こういうベースがあった上で、コーヒー飲むといいよとか、お茶飲むといいよって言ってるんであって、もう適当にやって、甘いもの食べて、もうしょっぱいもの食べて、脂っこいもの食べて、コーヒー飲みはいいでしょって、こういうことじゃないので、ちょっとそこだけは勘違いしないでいただけるといいかなっていうふうに思います。またコーヒーは、たまに体質が合わない人って、クラクラしちゃう人とか、依存傾向が出ちゃう人もたまにいますので、ちょっとそれだけは注意していただけて、まあ何でもかんでも全てのものはいいものもあれば悪いものもあるってこともちょっと知っていただいて、ご参考になればと思います。ちょっと今日長々とお話はしてしまいましたけれども、ぜひあなたにもコーヒーのことをちょっと知っていただきたくてお話しました。実際私の患者さんの中でも結構コーヒー飲んでてっていう患者さんもいます。で、まあいいかなと。コーヒー飲んでてすごく悪くなりましたまで言う人って、経験的にはあんまりいないですね。まあなんか良かったですみたいに言ってくれる人の方が多いかなっていう感覚、これもあくまで感覚なんで、まあちょっと論文とは違うわけですけども、まああるんで、まあ飲んでいいかなっていうふうに思います。ただ、まあ時間と量だけはちょっと注意して飲んでいただければと思います。こんな感じでいろんな情報を毎日アップしていきます。よろしければ、チャンネル登録、ベルマーク押していただければと思います。よろしくお願いします。